こんにちは、デリッシュキッチンです。鶏肉と大根のバター醤油炒めを作ります。鶏もも肉1枚は一口大に切りましょう。大根4分の1本は縦十字に切り、切り口を下にして横に薄切りにします。サラダ油小さじ1をフライパンで熱し、鶏肉を皮目から入れて焼き色がつくまで弱めの中火で焼いて上下を返します。大根を加えて 3,4 分炒め、酒大さじ1を加えて蓋をします。弱火で 3,4 分ほど蒸し焼きにしましょう。醤油大さじ1と2分の1を回し入れ、汁気を飛ばしながら中火で炒めます。有塩バター 10g を加え、バターが溶けるまで炒め合わせて完成です。以上、デリッシュキッチンでした。